板焼きロジさんって豚ソース焼きそばっていうのがあるんですけど、これをたっぷりいただこうかなと。どちらかというと美味しく楽しくグルメ的な感じでいただく会になりますね。はい、もうこれもガッツリいけますね。確定みたいですね。どうもサムライイーティングのお時間がやってまいりました。マックスです。まずはじめにちょっとね、昨今ちょっとあの状況によりちょっとマスクを着用してのオープニングになることをお許しください。で本日、お邪魔させていただくお店さんがこちらでございます。はい、錦糸町の駅からすぐのところにあるんですけれど、鉄板焼きロジさんという、地下1階にあるお店さんなんですけれども、本日はこちらでパン焼き屋さんで何をサムライイーティングをやるのかと、こちら豚ソース焼きそばっていうのがあるんですけれど、豚ソース焼きそば、はい、はい、こちら900円のやつね。開花楼さんのね特製麺使用してるんですよ。これをたっぷりいただこうかなと。たっぷりいただくんですけど、今回例えばなんか15分で縛ってとか30分で縛ってみたいな感じじゃなく、どちらかというと美味しく楽しくグルメ的な感じでいただく会になりますね。はい、グルメ会。はい、大丈夫でしょうかね。すごいね、音がフィーバーしてちなみにですね、こちらワインもね結構がっつり揃えてるんですよ。いろいろありますね。これシャンパンとか結構ね、僕にね先ほどちょっとご挨拶させていただいて、大丈夫かな大丈夫かな、はい、店内かなりシックなね、おしゃれな感じでしたね。若干の隠れ家チックなところがある。でサインがものすごくあって、相当有名な方がたくさん来られてる。ちょっとなんかあのご主人とね関係者があるみたいで。で見てくださいこれ、水タコのバター醤油焼きとか、ささみのたたきとか、いろいろおつまみとかたくさんあるんですけれども、今回はこちらでと。もう広いですね。もう本番の時ちょっと無茶振りして他のもの頼もうかそんな感じでございます。はい、はい、で今日鉄板焼きなので、次のシーンでは調理のシーンを皆様にがっつり飯テロ調理動画を飯テロ、はい、いつもより重点的にね、ちょっとゴーリちゃんががっつりやりますんで見ていただければと。今回は焼きそばでというくくりで日本の文化というか、はい、お伝えできればなと思いますので、よろしくお願いします。はい、食欲はバッチリだけどグルメ界、そんな感じでございますんで、はい、よろしくお願いします。レッツー、あいーおレッツおレッツおレッツレッツレッツおレッツおレッツおレッツ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 いーとー、はい、終わりました。さあ、そうさせていただければと思います。じゃあ、鈴木さん、説明の方からお願いします。はい、いきます。3、2、嘘ついた。え？デック入ってない。ゆきさん、ごめんなさい。え、俺のマイク？マイク。入ってるよ。ごめんなさい、大丈夫でした。はい、失礼しました。え？ごめんなさい。今のカットすんなよ。絶対カットする。今のカットすんなよ。絶対カットする。え？はい、というわけで、こちら、豚ソース焼きそば。はい。到着しましたけども、ちょっとまずこの見た目をちょっと見ていただきたいんですけど、風の谷にいる生き物ですよね、これしかもちょっと怒り気味のやつ、はい、手ぐらいに迫力のあるこちら豚ソース焼きそば、はい、なんでも1人前計算でこれ何倍ですかって聞いたら17人前ぐらいある。17人前かしかもこれ豚ソース焼きそば自体はただオプションで乗せることとか全然できますよっていう。なるほど、ね、はい、カスタムでございますんで、はい、おこりで、はい、こんな感じでございます。生麺がどういう感じになるのかというのはね、ちょっと僕らは楽しみなんですけども、グルメ会、グルメ会行っていきたいと思いますね。はい、ではいただきます。おー、パチッの前に、はい、
はい、よろしいですか。はい、今回グルメ会じゃないですか、はい、あまりに多いんですよ、はいはい、これ幸せをお裾分けするっていうのもあるんじゃないかな。はい、冒頭でちょっとね、僕がアドリブかまします。あ、お皿とどんがある。あー、俺の親切心に火がついちゃったというわけで、ちょっと小1人前ぐらいこれ分けておきますので、詳細はちょっと後ほど。僕が食べてるところを分けちゃうとちょっとあれなので、ちょっとこれ一旦置いておきますので、はい、はい、こちらで例の方もし食べたくなったらいつでも隣に来てくださいと。いただきます。おい、しょー、もうこれもガッツリいっちゃいますんで。はい、お願いします。このままいっちゃいます。じゃあもう焼きそばから、うん、肉と一緒に、こんなですよ。はい、いただきます。はい、めっちゃ美味しそう。あ、もうちょっと食っていい。まずね、はい、この麺とこのソースの感じがたまらなくいいですね。合いますね、はい、麺もね、なんか思ったよりもなんか僕ちょっとパキポキしてるのかなってちょっと思ったんですよ、生麺固めな感じ、はい、かと思いきや意外ともっちりでした。へー、もっちりの麺なんですね。はい、それでその顔は何なの。炒められてる油と、うん、ソースの、うん、その関係がすごい良好なんだと思います。はいはいはい、どっちかっていうと、うん、こってりではない。あ、こってりじゃないですか。割とライト。へー、あ、ずっとこってりだと思ってました。結構すっきりしてる。へー、味付け自体はなんかね、お上品な味って感じかな。薄いとかじゃないんですよ。はいはいはい、なんかコクとかはあるんだけど、でもこうガツッとした濃さというか重みってものはない。いやでも本当にこれソースと麺の相性につきますね。めちゃめちゃ美味しいです。やっぱこの豚肉の脂も関係してるのかな。またいい、はい、いい味出してますね。もうキャベツが入ってるのかな。これはこれはお野菜はキャベツともやし、キャベツともやし、はい、オーソドックスな、うん、キャベツともやしも一緒に見えるかな。こんな感じなんですけど塗りますね。美容系 YouTuber の方がいて、あ、OK です、ありがとうございます。こんな感じです。あれ、桜エビもちょっと入ってる。あ、本当だ。なんか赤色の入ってますね。ね、しっかり炒められてはいるんですけれど、はい、野菜としての食感はちゃんと残ってる。ちょうどいい感じというか、はいはい、食感残ってるので食べてていいってのもなんていうんですか、あれですね、楽しいでしょうか。これはね、結構豚ありきかもしれない。あ、本当ですか。強烈にうまくなります。へー、焼きそば単体でも豚もつばき焼きとかじゃなくて、っていうかこれ多分豚と合わせて初めて味のバランスが取れたかもしれないです。あ、そういう作りにしてるっぽいですね。はいはい、結構豚の旨味がギュッてしてるんで、この豚ちゃん。しかも、こってりじゃないんやったらね、女性の方とかも結構比較的食べやすかったりで、豚の脂がちょうどいい感じになると、うん、これちょっとあれだな、よいしょ、本格的にグルメ会ですね、しかもちょっと画面に見えづらいの落としちゃってごめんなさいね、自分の手前から。いい、おいしょ。かなり店内はシックなんですよね、うん、結構おもてなしとかするのにも向いているというか、感じの、ね、すごいね、落ち着いた感じですよね、うん、これガリらしいんですけど、これもいただきます。あ、ガリなんですね。はい、どうもガリです。これは違うと思います。じゃあ誰ですか今の。
ガジオさん。これ分かる人は全然分かんないわ。デカモリーグのガジオさん。ちょっと怒られるんじゃないですかね。そのクオリティ怒られてしまう、本当に。合う。合うね、合うんだ。あ、もう超合う。食ロス5、食ロス5、圧倒的に増えてるの、うん、これさ、こっから写して食べてもいいですか。あ、全然いいです。いいですか。じゃあその方が多分なんか、いい気がする。そこの俺は今日説教するから、話したね。さあ、ちょんまげ侍、お来なさい。呼び方、何でしょうか。ここからは、どうぞ召し上がってください。お腹減ってるんでしょ。今日グルメ会だから。いいんですか。もちろん。お、ねえ、小芝居も上手くなりましたよね、本当にも。僕もこの人のこと大嫌いなので、遠いところで食べてもらいます。あ、ありがとうございます。お味に戻ろうか。本当にうまい。もうね、匂いがすごいんですよ。いいんですか、いただいて。本当にどうぞ、召し上がってください。あ、ウォーラー、ウォーラー、あ、いいです、いいです。なんかこう、匂いだけだとソースだけじゃなくて豚の香りもしっかりしてくるというか、さっきあのマックスさんがおっしゃったのが分かりました。豚も相まって、なんか今日マックス鈴木というよりも鈴木高政っぽくないですか。あ、確かに、まあ、おふってますね。まあ、グルメ会なので。これでいいんです、今日は。これがいいんです。じゃあちょっと緩めの会でいきましょう。はい、だって美味しいんだもん。説教って何ですか。まあまあまあ、シャミちゃん食べながらね。うまっ、はい、あ、食レポお願いします。なん、うまい。ワイさんはもう十何年もずっと飲食店でお仕事されてるので、かなり食には詳しい方でございます。油揚げです。独学でラーメンを勉強して、最終的にお店作りましたからね、ラーメン。そこが僕の最初の出会いなんですけどね。あ、そうかそうか。でもむちゃくちゃうまかった。人気店ですね。で、そんな Y さんが今怒ってる。やっぱこの水曜どうでしょう感がいい。なんて言ったらいいのかな、わかんないな。特殊ですね、生麺ですよね。生麺、うん、食感が全然普通の焼きそばと違くて。あ、食感、生麺って食感違うんですか。うん、全然なんか違う。生麺の焼きそばを食べることが少ないから、はいはい、なんともわかんないけど、ぶっちゃけほぼほぼないです、うん、僕は生麺の食べたことが。どんな感じですか、普通の焼きそばと比べて。食感が強いっていうのかな、うん、硬いとかじゃなくて、コシがはっきりしてるみたいな、うん、そのなんていうの、あのちょっと言い方だけど、ソフト麺っぽくないというか。はい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 、はい、分かる、なんとなく言うか分かる。分かった分かった。もうパツンパツンで切れるっていうよりはしっかりこうもちもちっとしてて、でもなんか富士宮とかの焼きそばとも違う。だからちょっと弾力があるタイプだけど弾力の種類が違って。へー、食べに来るしかないんじゃないですか。うわ、これもぜひ。いやでもマジで損ないと思いますよ、本当に、うん。なんかこうガヤガヤしたところっていうよりはもう落ち着いた、うん、こうなんか二次会でとかデートでっていう、そうですね、みたいな感じで来ていただいてね。あ、そうそう、接待とかも多分向いてると思います、すごく。あ、わかります、わかります。すごくいいと思います。幸せですね。あれ、ワイさんのサクサクと、うん、ちょっと美味しい、うまいいな。ここ映ってないんでしょ。うん、映ってない。え、おかわり欲しかった言ってくださいね。いやいや、悪いじゃないですか、高政の
焼き仕事したそう、下の名前でも今日は全然ロケ出ない、大丈夫今日高政だからじゃあ俺も普段通り鈴木さんと言いますね今日はそういう日です、あれです、珍しいね、これね、ね、侍でね、結構最近の侍だと、まあ、最近というかここしばらく上がってる動画だと、まあ、本気のチャレンジだったりとかガチチャレンジ、まあ、牛丼の早食いだったりとか、そういう本気系が多かった、もうザ・マックス好きみたいな、これレモン入ってる、美味しいだいぶね、前とね、ごめんね、内容違うというか雰囲気がね、ね、モードが僕はこういうの結構好きなんで見てて面白いですよね。鉄板焼き屋さんって僕はほとんど行ったことないですよ。あ、そうなんですか。なんかどうしてもこう、なんか敷居が高いイメージっていうか。あ、でもちょっと分かってました。でも入ってみてちょっとイメージ変わりました、うん、あ、全然なんか入りやすいというか、うん、大事な人との時間にも使えるんですけど、そこの敷居が高いっていうのはなくて、先ほどマックスさんもおっしゃってましたけど、今夜は結婚3周年だねっつって、そうねなんつって、そんなこと言っていいですか、仕方せえ、僕今日結婚10周年なんですよおめでとう。これ奥様からのお電話なんじゃないですか。あ、違うかな。うちの主人が世話になってみたいな。主人が。日付は言わないですけど、今日が10周年です。おめでとうございます。え、マジっすか。さらに何か買って帰ろうかなと思ってて。あらあらあら。いや、それはマジでめでたいぞ。10年ですよね。10年ってやばいっすね。おめでとうございます。ありがとうございます。Y さん10周年でございます。ご結婚。もうそれもしなくなる、うん、鈴木さんってあだ名とかあるんですか。あだ名、マックス鈴木になる前のあだ名とかあるんですか。ハニコさんに呼ばれてる呼び方ありますよ。おじおじいちゃんのおじ、おじあ、おじさんのおじっつって、おじっつって、なにで、はい、僕はハニコさんのことを、はい、ほっぺがぽよぽよしてるので、ぽよちゃんって言ってますで、一回でのろけじゃないですか。で、息子のことは、はい、ピコって呼んでます。ピコ、ピコちゃん、ピコちゃん、ピコっつって、ガラピコっていうキャラクターいるんですよ。多分お子様を面白かったら多分分かると思うんですけど、はいはい、ね、お子様番組でガラピコってガラピコプーっていうやつがあって、そのロボットでガラピコってキャラがいて、ハニコさんが大好きですごい、はいはい、ポヨちゃんが大好きで、はい、それでそれを見せてて、なんかガラピコみたいなこと言ってたら、そのうちのチビが反応するようになって、でガラピコになったんだけど、そのガラを取ってピコって呼んで、ピコっつって、最近俺ピーちゃんだね、ピーちゃんっつって、あー言ってます終わり単純に家庭ののろけじゃねえかいや、ラブリーですよね、ラブリーですよね。あなたはちょっと別れる前のあのハニーに何て言われてたんですか。僕ですか。僕本名の名前じゃん、ター君って。ちゃみター君うぜぇ。あ、ワイさん、あ、なくなりました。無理とかじゃなくて、もしあれだったら言ってください。だってせっかく鈴木さんにね、あれやりそばなのに。いや、いいんですよ、今日はグルメ会なんで。いや、もうちょっといただきます。お、頑張りましょうか。いや、もう、じゃあ好きなんだけど。いや、与えられたものを食べたいです。何その、なんか、謎の驚き、優勝しつつある。おばあさん、面白い。その前は、じゃあ、ないですか、あだ名。その前その前は僕本名高政って言うんですけど、はい、やっぱ高とか政で言われてましたね。おいしょ。いいっすよ、もろもろの具とかはほっといて、お麺だけいただければ大丈夫です。あ、一個でいいっす、一個でいいっすね。いやいや、一個でいいって言うたろう。のっけるね。え、てか量無理じゃないですか。大丈夫です、それぐらいだったら、それぐらいだったらいいけど、どんどん増えるからな。
げえ量は。店員さんからお水お茶いただきました。はい、どうぞ。ゴリタソ、ゴリタソ食べる？あ、タア君。え、ぶっちゃけ超食べたいです。じゃあちょっとね、いいじゃないですか。いいんすよ、もう、はい、やった。もうサムライどうでしょうなんで、うちは今。サムドサムド。でも前、ワイさんと話してたのが、いつかマックス鈴木を落とし穴に落としたいの。あとドッキリとかモニタリングとか仕掛けたいね。本気やな。落とし穴本気やな。ちなみにドッキリ系の企画はもうすでに、仕掛け人の朝にはできてるので、いつでもできるです。お、いや、いつ来るか分かんないと思ってた方がいいですよ、ドッキリは。できれば色仕掛けがいいな。しょっちゅう合ってるじゃないですか。それはしょっちゅう合ってる。なんか色仕掛け、色仕掛け、え、なんかファンの女の子がキャー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 言って笑顔でも振りまいて。それは初耳なんですけどね。はい、ありがとうございます。え、マジやめろ。そういうのやめろ。これハニコさん結構見てて崩壊するのぞ、勝手に。いや、でも、そういうんじゃなくて、女性のファンも多いじゃないですか、普通に。マジやめろ。そんなことないですよ、僕一人もいないですよ、女性のファン。え、女性のファンいらっしゃらないですか。女性のファン欲しいな。サムライ見てくださってる女性の方々に失礼。あー、いた、ここに。うん、ありがとう。ピーちゃん。ピーちゃんじゃないから。あ、違う。あ、ちなみにガリ食べれます。食べれます。僕これ食べちゃうの。あの、ガリってもうおかわりできます。あ、ここじゃ。すいません、はい、めちゃくちゃいますよ、本当に。別のお皿で。あ、もう直で乗せてるね、私。あ、おいですか。あ、はい。まあ、一番は相手にしないことで、あ、もう、あ、もう謝罪する。ありがとうございます、すいません。ありがとうございます。そうやっても謝罪するならまだしも、まあ、まあ、そのマックスがこう立てるのですが、続けていきますという意思表示をやっちゃってるんでね。まあ、変な話、仮にその人がたくさん動画アップロードして違法ですけど、それでもまあ伸びたら伸びたで、マックスさんにはさらにファンはするので。あと、そういう悪いことやってると必ず報いきます。広告されるし。なんかプロですね。ありがとうございます。いい、必ず向けます。ちょっとだけ悲しくなっちゃったんですね、俺に。あ、ねっつって。いや、そんなことよりも僕は伝えたことがある。はい。自分が持った情熱を簡単に捨てていいのかってことですよ。なるほど。 Y さんはね、大食いやるぜみたいなノリがあったのにもかかわらず、はい、いろいろあって、いや、もうちょっと俺やめ、もうちょっと今回はみたいな、とか、ちょっと言い訳番長になっちゃった。さっきね、さっきの動画に若干書いてあるかもしれないです。僕はもう気合番長になってほしかったのに言い訳番長になっちゃった。すごい僕はね、切ない。怖いんですよ。怖い、怖いっていうのは食べれちゃうんじゃないかと思うんですよ。いっちゃうんじゃないかなって思うんですよ。バカなんだよな、ほんと。どう、超えちゃったらどうしようって思いません、たまに。やっぱ彼ね、彼飲食ダメだけどこれ持ってるね。これ持ってるね。奥の引き出し持ってるね。今すごい面白かった。面白かった。怖い、確かにね。わ、うん、かります。気づかれちゃう日が来るから、うん、そうやってると。今まで猫かぶってたのは、とうとうここでバレたらどうしようって思うじゃないですか。うん、そりゃそうだ。うん、嘘つけ。あの、そう、今鈴木さんからいただいたんですけど、生麺の食感が違うっていうの分かりました。ね、違うでしょ。全然、これぜひ食べに来ていただきたいですね。こんだけで、ちょっとお時間が経ってもこの食感が生き生きと残ってるっていうのはすごいですよ、これ、うん、本当に。豚肉がですね、そう、うん、こう合わさった時にね、普通の焼きそばとかやったら、まあ、豚肉って結構もサブじゃないですか。はい、はい、全然目に入りますでしょ。で、
このマックス鈴木がこう海外に配信するのが、はい、その大食いとか早食いからスニーカーに移行するのはいつですか？ちょっと待ってちょっと待って、あなた今年優勝したばっかでしょうか、大食いに。唐突な質問なんですけども、はい、スニーカーお好きですか？スニーカーですか？はい、あ、基本的にはスニーカー履いてます。おお、ちなみに好きなスニーカーとかってありますか？まあ、ナイキとか、そういうプーとか履いてます。ナイキ何が好きですか？ナイキとか、ちょっと…あ、もう分け隔てられねえと。ナイキが好きだってことだね。結構ナイキ履いちゃってるやつ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで巻き込んだの？その辺はほら、あなたがうまくテロップでほら、あのほら、回収しないと、スキルで。そもそも今日スニーカー履いてねえし。思った、今日ね、そう。いや、雨だから。雨だから履かないで。濡らしたら染みちゃうじゃん。あ、なるほど。そういえば、ゴリちゃん、あれは？ん？横浜で買った靴のスプレー使ったの？うん、うん。なんで今、咀嚼中ですもんね。うん。忘れてた。まあ、まだ侍の動画で 1本だけかな、バイさんとマックスさんの。これすごい美味しいよ、これ。全然話してない。はい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 。はい、何ですか？侍で上がってるのがその動画だけなんですけど、その時にちょっと鈴木さんとバイさん、スニーカー探しの旅をしてですね。うん、あれ普通に面白かったですよね。なんかサブちゃんにあげたいなって思える。スニーカーチャンネル？うん、スニーカーチャンネル。データは残ってるんですか？あるさあるさ。スニーカーチャンネル。需要あんじゃねえかな。侍の茶の字もないけど、うん、スニーカーチャンネル。うん、いやまあサブはね、別にね。うん。うん。侍のオフってことで理由をつけて。完全に休暇です。普通の5キロより絶対ありますよね。結構あると思います。ね、ボリューム食べ応えありますね。今回本当にタコイチで多分ゆっくり食べてる気がする。うん、タコイチ侍のメンバー全員食ってるって意味が分からない。裏方も食ってる。ありがとうございます。すいません、ガリのガリお願いいたします。ちなみにこちらのあの焼きそば以外に何かおすすめというか。そうですね、はい、それでここが良かったから、はい、が、うんうんうん、この焼きっていうメニューなんで、こちらは大丈夫ですので、はあ、はい、エビとチーズをくるんだね、卵でくるんで、ちょっとソースマヨネーズで味付けしたものです。エビとチーズを卵でくるんで、ソースマヨネーズで味付け。そうですね、非常に美味しいんですけども、はい、これまたがエビとチーズが大好きだったので、これをこれはぜひとも間違いないですね。そうです、ぜひ。でも ゴリちゃんさん何杯目？これ1っす。終わりたい。あ、もう大前提としてグルメ界なのに無理はしないってことだから。美味しいんですよ。止まらないのが分かりますよ。普段もガリなんですか？いや、普段はあのガリとかはつけてない。ちょっと今回はあの別に、はい、ランチでちょっと使ってみて、ちょっとやめって感じで。めちゃくちゃ合いますよね。これ本当びっくりする。あ、本当ですか？いわゆる紅生姜って思いきやの。あ、そうです。もうちょっと今日は飾りになればなと思って。いや、これ本当本当びっくりする。合いますよね。これちょっとね、甘めなね、付けしてるんですよね。そうですね。
まい。なんかお店さんのご厚意でいただきましたが、合うんですね。本当に合うわ。いやこれ寿司より合うよマジで。マジですか。いや本当に本当に。いやマジでこれ寿司より合うよ本当に。いやマジでマジで。わかりますよね言ったこと。明日でもいいんで、お蕎麦作って目玉焼き焼いてガリ乗せてやりましょう。動画で早速やりましょう。自分のメインでね、メインで、あたかも自分がねこう作ったかのようにね、これね後でリスクしたんです。本当に合う。すごい、あれ食べちゃうってすごいな。じゃあ先ほどのこれぐらいの量で現場に行ってみましょう。さっきのだとソースに2人近くあるかもしれない。1.5 は確実にあるかもしれない。はいはい、はい、だとするともう Y さんはね、特に3人前でもやっぱ Y さん本当食べれる人なんですよね。本当に食べれる人。太っちゃうんですよ。ホーマーみたいに。確かに。なんか言われましたよ今。ネクストジェネレーションに何か言われましたよ、Y さん。よいちょまるとか言ってる人間に言われましたよ、女子かよと。マンチ切ってるやつに。マンチ切ってるやつに女子かよ言われましたよ。だいぶ下げてこうぜ。こっからだからね、太るの、都市的に。分かってないよ。ああ。リアル。全然分かってないよ。それはね、抗えない、うん、生き物は、それは。25で1回来るから。おで、30でもう1回来る。でも Y さん全然細いじゃないですか。スラッとして。どこがすか？Y さんはその身長があって、そのなんていうの、足細いじゃん、やっぱモデルさんやってるだけあって、そのフォルムがさ、なんていうの、その見えがちだけど、なんか急にボヨンみたいな。あと Y さん実は昔大手のモデルやってたんですよね。ね、昔ね。昔ね。細っ。でも基本なんかあの洋服に対しての意識が高いですよね。なんかこう、すごい気使われてるんだなっていうのは本当毎回思うというか。どこがですか？なんか伸びよ。なんかね、まあ、まず多分だけどお風呂に毎日入ってるでしょ。で、髪もちゃんと整えてるでしょ。っていう感じかな。ファッション関係ないやん。ライフスタイルの話だよ。きっとなんか適当でしょ。だって今日鈴木貴政だもん。いいでしょ。あ、でもバランスを考えてるんです。あ、なるほどな。それなんかこうジャージにスラックスみたいなのは絶対ない。わかりやすく言うと、まあでも一般的にそれはないですね。わかる、かっこいいね。例えて、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 俺の裏に欲しがりますよね。そう、これね、カメラ以外、まあ、カメラ以外でも言ってるからガシなんですよ鈴木さん。あれ、かっこいいんだもん。家に断捨離したら服出てくるんで持ってきますよ、ね、いや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 、ゴリちゃんと。あ、出す出す、超欲しいです。しかもこの方着てるのすげえ高いですよ。うん、そんな高くない。ブランドものばっかなんですよね。ハイブランドお兄さんだった。だってアマゾンだよこれ。そう、アマゾンね。うん、何本ぐらいですか。2900円ぐらいだと思う。じゃあ俺の今のことも全然嘘じゃない。だってなんかこれ正規品じゃないですよね、普通に考えたら。わかんない。まあ人気じゃ正規品じゃないと思う、うん、だってこれ届いた時、もうここ切れてましたから、ね。まあ、もうこんなレベルですよ、やっぱり。すぐ毛玉になっちゃうし。なぜね、今日もそんなにこんな感じでゆるくなっておりますので。さすがに今のは回ってないレベルの会話にも程があったね。もう今日は俺回らない手で話してるからね。いやいやいや、ちょっと意識して。ちょっと意識して。使えるとこだけ使ってくれるんじゃないかな。あ、まあまあ、それは実際そうっす。こっちの方がいいっすね。話して一回止まっちゃうと動けなくなるか。いや、あの量を食べるのってそうです。ですよね。そういうことです。俺す、食べれば食べるほど思うんですよ。あの、肘つかないとか、箸通しなきゃとか、うんうん、食べ方考えながら、カメラのことと食レポして、ずっとやってると、すぐお腹いっぱいになっちゃうんですよ。めっちゃわかります、それ。やってる？ん？やってる？だから、いつも。俺、最後は、あれ、コミ抜いちゃった。ピーで、ピーで。ピーです。
際こういろんなところをケアしないと、まあ大食いで YouTube やってらっしゃる方も特に思ってるケアしないかなと思いました。でもなんか、はい、このヒロアカの意味が分かってきます。ヒロアカ、なんか何パーの力でどうとか、ああイメージ。スマッシュのヒロアカの感覚で大食いできるんですか？そういうことじゃない？いや、なんかあの感覚っていうんですか、そのなんていうんですか、こう例えばその注意力の配分というか、例えば、うん、お腹いっぱいにならないように食べ進めることだけに 100% やると他のマナーとか多分一切無理だし、はい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 、逆に、マナーを最新に気使おうと思うと絶対いっぱい食べれないしっていう、そのバランスがをうまくできるかできない。分かりやすく言うと、ネイさんとは100ゼロでもうこれだけっていう。とにかくもうお腹減らさないようにたくさん。これがテレビとかなんか違うじゃん。動画とかさ、全然違います、ね。違うじゃん。そこのね配分がこううまくできると多分そんなに苦にならずにいけるんだろうけど、自分のやり方ができてみたいな。はいはいはい、でもやっぱ2個も3個も全て100点でやろうっていうのはやっぱさすがにちょっと本人に対する負担は実はでかい、うん、っていうのがすごい思った。演じる側というか、うん、映る側に回った時に綺麗に食べることとたくさん食べることって全く真逆なんだなっていう自分の体感で感じて、分かんなかったんですよ。無意識で綺麗にね食べちゃう人だったら、まあ、全く問題ないんだろうけど、うんね、やっぱり、ね、マナーってあるからやっぱある程度意識してると思う誰しも、ね、まあ、その中であのラスカルさんと合計16キロ対決、はいはい、共闘ですね、共闘。あの時、ネギ集めおじさんや、ネギ集め、ネギ拾いおじさん。昔のあれやぐかったんですよね、でもラスカル君でアスパラのやつ、新潟の あれやばかったな。12キロぐらいのカレーがカレーがあったね、やり取りさせてもらってて、はいはい、10キロのカレーって言ってたのかな、最終的になんか12キロぐらいになっちゃってて、計算ミスで悪意とかじゃなくて本当に、ああもう本当で、それをその現場で知って、おうみたいな行くしかなくてっていうのはありましたね。あれエグかった。2人とも失敗しましたよ確か、うん、限界までたらいしてずーっとアスパラゾーンもあるんですよね。あれ有名なアスパラですよね。あ、そうなんですか、ね、柴田のアスパラっていう。そう、もうすっごいうまいの有名。めちゃくちゃ太いところも柔らかい、普通硬いじゃん、繊維だからね、うん、全然あるから食べやすいですね。めっちゃめちゃびっくりしようと思ったの、食べたらうぅみたいな。あれは本当美味しい。さあ、ちょっと行きましょうよ、富士山。え？富士山。何しに？戸川の釣りだね、会議。もうなくなってきちゃったんですよ、動画が釣りだね。あと卵これしかマジで取り柄ないですからね。でもゴリじゃなくて、うわすげえ編集するなとか、カメラ持ってさ、やってさ、ごめんやってさ、オートレースは当たんないし最近調子いいんだよ。やってんすか？ネットでやってます、ちょっと。やってるんすか？やってんのね。いや俺もね、あれから見ちゃうのよ。いや俺は素晴らしい、すごい、俺マジでギャンブルわかんない。俺もオートレースは一切興味がなかった、本当に。で連れてってもらって、うん、でなんか見よう見まねでやり始めたら、ああなるほどねと、こうやってやるわけね、うん、っていう感じで始めちゃったんだけど、始まってんじゃないでもね、そっからもうやってない、この前ね、ほらあの戸川さんで
初顔出しした、うんうん、ゴリちゃんの直属の上司の代表の、はいはいはい、ね、もう一人の Y さん、はいはいはい、と多分サムライに書くになってるのが Y さんと Y さんと WY さんと H さんっていう人がいる。そうですね、この H さんが本当にすごい好きで、で俺とすごい話があって、で一回行ったことあって、でそれ俺らが保管として聞いた。いや楽しかったな。あれ夏でしたっけ。いつ夏だった気がします。あったかかった気がします。夏か秋ぐらいだった気がする。浜松行ったんだよな。浜松行ったっすね。よいしょ。僕もいいですかこれ食べちゃって。はい、でも今の返事ですか。マジっすか。もういいや、ちょっとこれお箸でやっちゃいますね最後なんで。今何分ぐらい回してるのこれ。だいたい40分ぐらい。あ、でもそんなもんか、うん、あ、もっと回してると思った。普段とあんま変わんねえじゃん。全然変わんないっす。欲しがりなもんですよ。じゃあできれば山盛りです。あ、わかりました。めっちゃ欲しがりやないか。めっちゃ欲しがり、はい、めっちゃ欲しがり、はい、もう予定通り完璧じゃないですか。あ、すいません。ありがとうございます。で、僕最近思うんですけど、はいはい、1回でいいからアディダスのブースト履いておきたいんですよね、イージーブースト。あ、持ってないですね。持ってないですよ。いくらするか知ったんの？高いですよね。あれ、3万ぐらいしたっけ？うん。いや、でも今なんか…プレゼンついてます？ついてますね。5万ぐらいまでいくんじゃないですか。あ、それはちょっとあるんじゃない。鈴木さん持ってると思うんですよ。俺履いたことないんですよ。あれ、カニエでしたっけ？カニエですよね。カニエベスト、あのブーストはイージーブーストはちょっとね履いておきたいなとは思うんですけど、うん、やっぱイケてる人が履いてるイメージがあるんですよね、いまだに、うん、一時すごい入手困難でしたよね。今でこそあれだけど、多分ね、ちょっとごめんなさいね、僕 Y さんに盛りすぎましたね。結構多分 Y さんもどんどんかっぱいな気がする。ごめんなさい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、私もごちそうさまです。お、ありがとうございます。僕ももうこれで僕限界です。もうそんなこといっぱいです。ごめんなさい、ちょっと僕盛りすぎちゃいました。全然すごいなと思って、一般人と欧米ファイナルさん、ごちそうさまでした。お先にね、大丈夫ですか。これお皿は下げますか。よいしょ。これ出していいの？結婚10周年なのに。もともと太ってるだけだから。あ、そういうこと？10周年か。地味に出てますね。なんかもうお腹触って分かるようになってきちゃって自分も怖いですよ。プロです、プロ。リアリアン。この人今実力これぐらいあってプロだ。見た目と実際のギャップってすごいあるじゃないですか。これがね、特にその幅が大きいかもしれない。本当に今日鈴木貴正だな。本当に今日鈴木貴正だな。完全にオフですね。まあ。あ、でも僕たまにはこういうの好きですけどね。
った。この辺面白いですよ。鈴木さん見ます？食べる鈴木さんをずっと見つめるお前さん。この絵ずっとっす。これメインだね。これメイン。で、こっちがさ。それサムネにしろ。それをサムネにしろ。サムネにしてやろうか。時期落ち着いたらさ、またね、遠征始めて、あ、いいっすね。その、同時にドキュメンタリーを撮ってほしい、俺は。うん。また遠征行きます？どこがいいっすかね。結構いろいろ行きましたね、1年で。侍始めたの7月ぐらい。がっつり始めたのが、動画公開し始めたのが7月ですね。初回が始末なんで、まあ、ご頭で。だよ、ね、鹿児島から青森岩手静岡やっぱ収益化が収益化ができてないの そうでいろいろな地方にいてもマイナスがどんどん溜まっていくで結構やばい状況ではあるオンリーチっていうでもありがたいことにスポンサーさんがねしてくれるようになってきてなんとかいろいろと落ちていくことができそうなところでまあ今ちょっとこういう状況なので、うんまあ、そこで下手に動いてねなんかおしゃれよりはちょっと今日計らってやっていければなもう早く大会やりたいのにあ、届いたんですかタイマーうん、あるあるんですかでかいですかやっぱまだ箱開けてないですけどあ、こんぐらいはいもうこういうあのボタン式のタイマーになっててここにボタンがあってボタンパンって押した瞬間にこのでっかいタイマーがガーって上がってってで食べ終わった瞬間にパチンって自分で押すのよへそうボタン式タイマーってやつですわかりやすいですうんわかりやすい口開けてとか飲み込んでとかだとわかんないから自分のタイミングで押して始めて食べてで食べ終わって口に入れたら自分のタイミングで押すこの動画が出てる頃に公開されたか否かはちょっとわからないんですけどちょっといろいろとね、今サムライの方でまだシューティングはやってないんですけど面白い大会といいますかそうなんですよね早くねゴーちゃんもね、FBC 見た方がいい、FBC をまあ、ちらちらと武井さんであったりとか別に見てあるんですけどねコーヒー牛乳とかケーキとか見てるね、シやっぱドモンさんでしょあの2リットルのやっぱドモンさんだと思うんだよなペットボトルでしょあれ鈴木さん今やったら勝てますドモンさんの記録無理や全然違うんですかあれは僕はもうやれないと分かってるんであれですけどデビューいやエグいですエグいあれ2回に分けてたもんですねドモンさんギューってかけてフーって空気入れてギューって入れるそこまでしっかり考察になる下を見てなかったあれ衝撃の記録ですよね、うん、もう世界でも抜ける人いないんじゃないかあれ冷やし中華やったら誰でしたっけ伊藤さんでしたっけ立てでしょあ、そう立てさん、うん、体震えちゃうやつですよね冷やし中華だ冷たいもののフードファイトがあんなに危険だと思うあ、なんか胃が冷めるとダメみたいなもう多分体温が下がりすぎちゃってもうブルブル震えたままずっと食べててあれなんでしたっけあの企画要するにさ10人ぐらいが円になっててこれ焼きそば10人前です制限時間10分ありますじゃあ俺9分で食べる俺8分って言ってで、分かる時間だったり量だったりをベットしていくんですよそうベットしていくのベットしてってで決まったらそれにちょっと調整して食べれなかったらしっかり入れる赤坂さんがすごい羨ましそうにウィンナーのやつ見てるの結構まだ言うのマイケル高橋さんがソーセージでしたでしたでした骨折か何かして腫れ腕を解禁してっていう、あの演出も面白くて。うまい。あれって結構昔ですよね。20年以上前ですか。いや、相当昔よ。20年ぐらい。ですよ。あの時、伊集院さんで私の実況。です。レモン水っていいですねすっきりね、
今さらなこと言っていい？はいはい。今さら、ちょっと鈴木たまさで、こうやってきたことにちょっと不安を覚え出してるんだけど、大丈夫？全然大丈夫。大丈夫も大丈夫も何もないか。いやでもどうなんですか？これは僕の意見なので視聴者の皆さんがどう思ってらっしゃるかわかんないですけど、僕は見ててこうたまに見れるマックス鈴木の素の部分というか。そういったものが見れるって僕は楽しいですけどね。あと確かに、あの先ほど1杯1人前2人前ぐらいいただいた時にこう食べながら見てたんですけど、なんかこうご飯を食べながらこの動画ちょっと改めて見たいなって個人的には思ってます。あ、自分がご飯を食べながら、です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 、まあいろんな楽しみ方は視聴者の方々の楽しみ方があるんですけど、僕はもう一回この動画が仕上がって公開されてから、まあ、自分がご飯を食べながらこの動画見てみたいなってのは思います。さん食レポしないですもんね、メインで。基本食レポないじゃないですか、ガチだから、このチャンネルだけですよね、グルメ屋で。ちょっとだけふざけていいですか？あ、いいっす。食べ物でふざけとかじゃなくて、ちょっとだけ、はいはい、味わってないのに、もうすぐ美味しいって言っちゃう食レポの人。さあ、これがね、やるんだ鉄板焼き屋さんでこうご注文させていただいた豚ソース焼きそばですね。いい匂いがしてね、卵も焼き加減絶妙ですね、これ本当に。もういただきます。うわーこれ、あ、もうこれ麺がちょっと変わっ、ちょっと中太なのかな、うん、茶色いですね、これ。いただきます。あ、うまっこれはうまい、間違いない、絶対に違うでしょ、この店。うん、これはうまい。うん、そのネタであるわけ。おい、いくらなんでも早いだろ、それ。これに2つ目っていいですか？あの、めちゃくちゃ味わった後に言ううまい、やります。めちゃくちゃ味わった後に言ううまいの人。はい、はい、ちょっと遅すぎるなって人。なるほどなるほど、逆パターンですね。はい、じゃあ今日はこちらの、錦糸町でございます鉄板焼き屋さんにやってまいりました。はい、こちらがお店さんご自慢の豚ソース焼きそばでございます。皆さん見てます？うわー、いただきます。おお、麺がもっちりしてますね。いただきます。うまい。これね、このチャンネルではね、こういうリアクションを一つで募集しますから。はい、よろしくお願いします。シチュエーション込みでお願いします。はい、鈴木さん、地上波で言ってもやっぱ食レポすることないから本当にない。基本ファイトだね。ファイト、あと、あとファイトに対しての知識の話とかが多くて、でそこで、もやずちゃんがこれはってやってると、あ、こうもう分かれてるんだなってこと。あとトリプルネームコラボとかの番組の時が出ますよね。はいはい、はい、あ、すごい出るなと思う。役割分担、役割分担決めてるて。俺はもうそういう時やる前に、あ、俺は今回こういう役で呼ばれてるんだなっていうのはなんとなく認識したつもりでやってる。あ、俺は今回俺が見せるポイントは量だなとか、なんかね、そういった部分も含めてもう一回こうテレビのアーカイブとか見ると面白いじゃないかなと思います。一番面白かったのはね、ちょっと言おうか、はいはい、マックス鈴木の解説動画ほうあったじゃないですか。なんか、デカ盛りツインズが、はいはい、デカ盛りを食べてるところの実況解説が副音声でマックス鈴木っていう番組があったの。待って、俺それ分かるかもしれない。これはですね、とか言って後から来るの結構きついんですよみたいな。声だけ、声だけ。あれどういう風に受けたんですか？めちゃくちゃ受けちゃってる。しかも、佐野アナと一緒に。あ、佐野アナとやったんですか？佐野アナ、え、はい、富士の、はいはいはい、佐野さんと、あれ今フリーなのかな、今、おそらくフリーになってるでしょ、佐野さんと やるんですよ、面白いって。で、実況が、佐野さんで解説が俺っていう。で、食べてるのはツインズみたいな。そうだ、しかもあれ顔、ワイプで顔も抜かれないですよ。抜かれない、抜かれない、本当に音声だけ、本当に音声だけ。いや、いいや、いや、だから俺はめちゃくちゃ面白かったけど別の意味で油って後から効くんですよみたいな。そう、本当評判良くて、
棒読みなんか一切してるつもりないのにめちゃめちゃ棒読みみたいな言わされてる感しかないみたいな、半端ない、もうほんと棒読み、いやこれはなんとかで、なんとかですねみたいな、いや辛くなってきたんじゃないでしょうかこういう感じ、こういう感じ、あのプロのね、アナウンサーの方との比較もあるんですよ、実際一回やってるじゃないですか、僕らでマグロ一匹食べるやつ、うん、あれで辛さ知ってるから、その部位ごとに食べていくことにこうコメントがしやすいんだろうなって俺はもう見てて、はい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 、同じ煮付けの部分が出てきたりとか全く同じことやってたじゃないですか、後半に揚げ物、これはなかなかきついですよこういう感じ、音声だけ聞いたらなんかこうっすねでもあれね、本当面白くて、うん、やってる時すごい面白い、あ、実況系とか面白いかもしれない、あれそうです、お前とそうだよ、なんすか、春だよ、あのマグロやったの、サムライティング第1回目の撮影だもん、そうや、そうだよ、で第1回目のマグロ1匹食べる企画でまさかの食い切れないっていう、そうやそう、あのこれ視聴者の方は分かんないと思うんですけど、あのサムライティングって撮影してる順番と動画を公開してる順番って結構違ったりするんですよ、あべこべね、うん、一応侍の方で最初に上がったのがあの札幌一番塩ラーメン、塩ラーメンで、その時うなぎだったかなっていう、まあ、順番なんですけど、実際その、まあ、我々が撮影に入ったのは実はマグロの動画なんですよね、だから僕その時マックスさん、マックス池さん の, そのパフォーマンスを見るのが初め、直接見るのが初めてだったので、もうどうなんやろみたいです、マグロ一匹ドーンって、うわ、これ食べれるすごいなと思ってパクパクパク言って最終的にギブアップするまあまあの量残して、まあまあの量でギブアップするという、そう、しかもその周りの空気も含め、なんかこれ初めて1回目なのにこのチャンネルどうすんねんみたいなそう、やばいだろこれみたいな、これね、動画見たことある方は分かるんですけど、あの時の動画ってこうやってマックスさんが食べられてる時僕らずっと黙ってるんですよ、一切喋んないし、し、おもうむしろ声立てちゃいけない、その時ってマックスさんもすごいセンシティブというか、もうすごい神経質な方なんじゃないかみたいな憶測があって、もう食べてる時は静かにしないといけないみたいなでもよく言われるんですよね、今ガンガン仕方として喋ってるんですけど言ってはやらずだからその今の侍の動画と初期の動画の違いも結構見たら面白いんじゃないかなと思いますけど、あそこで全体的に変わったよね、多分あの素人が考える企画と実際食べる人と撮るものと、あ、そう失敗がいっぱいあったからどうしなきゃいけないっていうのは、あそこが1回目が失敗だったのがでかいと思う、逆に良かった、良かった、良かったで、第2回目がビビってあるでしょ、高級うなぎ10人前ってすごく美味しそうに全部食べちゃったやつそうすげえ懐かしい、めちゃくちゃ金かかった、あの一杯で、あれ視聴者の皆さん知ってます、あのうなぎの動画10人前だったじゃないですか、あれ一杯3000円しますからね、えっ、ー、マジで、そうっすよ、あでもすごい、あれうまいもん、だってしかもその後まだ食ったじゃないですか、めっちゃ食った、めっちゃ食った、あの人しか会計10万ぐらいになったんですよ、これちらっと予想してみて、うんと思ってすいませんじゃあそんな感じで、ありがとうございます、ありがとうございます、ごちそうさまでした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、ごちそうさまでした、まずその本当になんかそもそもね、そのお店さんが鉄板焼きちょっと敷居高いみたいなっていうのがまず違ったなって思ったのと、あとなんていうの、すごいこう焼きそばってヘビーなイメージがあったんだけど、あ、こんなにさっくり食べれるんだみたいな、すごいライト目で食べ応えはあるんだけど、多分味付けがすっきりしてる分結構食べやすいのかなっていう、多分この焼きそばだったらこれ食べても他の鉄板焼きとかもう全然食べれる感じの味付けになってる、そんな感じがしましたね、思ったよりもだいぶなんかこうライトにいけるんだなっていう、お店さんのこう入店含めね、すごい印象に残りました、考えてなかった。いや、とっても美味しかったです。そう、僕も思った以上に薄めの味付けで、ね、食べやすかったなっていうのが一番。鉄板にソースかけた時の香りの立ち方がすごかったから。そう、すごかった。あれ動画で伝わるかなと思って。わかる。非常に美味しかったです。ありがとうございます。よく分けていただいて、ありがとうございます。あ、分けていただいて、ありがとうございます。どうですか、ゴリさん。これもうある程度もうネタが出揃っちゃったんですけどね、これ。どうでした、いかがでしょう。美味しかっただけはなしで。ダメ、マジで。はい、なしでないです。口に含んでいて、ソースの香りがすごいこう鼻をこう刺激するという。さあ皆さん、こんなにね、こうあれですよ、笑いとこう会話が絶えなくなる、こちらの豚ソース焼きそば、もし召し上がってみていかがでしょうか。
はい、そんな感じでございます。はい、そんな感じでございます。ご飯って楽しいね。だってみんなで食べるのいいね。すごい思った俺。はい、ありがとうございました。